ちゃこんにちは。さて、はい、ファーストステージだ、はい、ね、第2戦、はい、ね、行われましたけども、はい、今日は、はい、阪神巨人、まあもちろんね、うん、オーダーを見ていくと、はい、オーダーを変えてきた。だいぶ変わりましたね。だいぶ、あの昨日1番に島田使ったんだけど、はい、島田の代わりに佐藤を8番入れて、ライト、はい、で近本を1番に上げて、うん、近本、中野、糸原、はい、マルテ、大山を使ってきました、はい、ね、でロハスでキャッチャーを梅野に変えてきて、うんうん、先発ピッチャー青柳と、はい、なんかお、待ってたぞ阪神みたいな、うん、そんなオーダーになったよね。そうですね、こう見たことあるような、うん、だからなんかこう迫力も出てきてるし、うん、あ、なかなかこういいんじゃないかなっていうような、はい、ただその梅野と佐藤をこう変えてるよね。そうですね、あ、8番に佐藤を入れてきたというところがね、うん、どういうふうに出るのかで、はい、近本の1番というのは機能するのかという、まあもちろん機能はするとは思うけど、ちょっと大幅に打順をいじってきたという、うん、で入れてきたという、はい、ね、で一方巨人、はい、巨人は昨日勝ってるだけにそんなに入れ替えしないかなと思ったの、うん、そしたら2番に若林、うん、昨日廣岡使ってたんだけど、まあ、3番4番変わらず仮面を使ってきた、はい、やっぱ青柳対策だろうね、うん、でウィーラーを一つ下げたということ、で吉川、今日はキャッチャー大城、はい、でピッチャー高橋と、はい、いうようなことでゲームはスタートしました。はい、ね、ということで、ええ、はい、今日の先発ピッチャー、青柳、巨人戦に対しての2勝、はい、防御率は 2.25、うん、ね、非常に相性がいい、はい、で一方高橋、うん、高橋勇気、阪神戦には4勝、はい、で防御率は 1.45、うん、高橋の方がいいじゃないかよみたいな、そうですね、そんな感じで、まあ、夏場よく阪神戦に投げて勝ち星を拾ったというで、うん、今日の状態、はい、まあ、お互いには得意とするチームだよ、ね、ということで、うん、はい、ということなんだけども、状態はあんまり良くなかった今日青柳投手、うん、やっぱ逆球もあるし、なんかボールがあんまりいまいち切れてなかったかなという、うん、それとミスをきっかけに崩れるという、なるほど、やっぱミスがあると打たして取るピッチャーだけにミスが出ちゃうと、やっぱ自分をコントロールできなくなるという、こうリズムが狂ってくる。そうだね、はい、で高橋幸、うん、で立ち上がりからボールが高く甘いボールが目立つ、はい、で2回途中降板という、だからこの相性を生かしきれてないんだよね、うん、2人のピッチャーが。そうですね、まあ、まあ青柳はちょっと味方に足を引っ張られたっていうことはあっても、うん、なんとなくこうちょっと2人ともちょっと冴えなかったなという、うん、だから今日の試合は中継ぎ勝負に、まあ、なっていったという。そうですね、うん、ということで、はい、でもう結果出てるから言うけども、巨人が4対2で勝つという、はい、で阪神にも勝てるチャンスはなかったかって言ったら、もう大いにあったんだよ今日。最初の試合でもそのような話が、まあ、そうだよね、ありましたよね、はい、でだからそんなに多くないチャンスをいかに誰がものにしていくかっていうことがすごくポイントなんだけども、はい、1回ね、いきなりもうチャンスを作るんだ阪神は。阪神は、はい、でやっぱ打順のさ変更も相まって、近本が先頭バッターで出ていく、はい、まあ、中野は仕事ができなかったけど糸原がつないで、はい、でマルテの時にワイルドピッチがあるんだよね、はい、で1・3塁を作るワンアウト、はい、でマルテが三振、大山が三振ということで、はい、初回に点を取れなかったんだよ、ね、やっぱ先制点が欲しい。で昨日の動画見てる人は分かると思うし、試合見てたら分かる人は分かると思うんだけど、はい、9回に点は取れなくてもいいリズムで攻撃ができた、 そうですね、それが今日につながるんじゃないかっていう初回だったわけね、はい、だからここら辺で1点取ってるとさ、やっぱり嫌な感じがあったんだけど巨人にもね、うんうん、でもそれでも2回にやりました、やりました、梅野佐藤ね、えスタメンで使われなかったのに2人のツーベースで1点を取り、2番に入った中野がレフト前で2点目を取って先制することができたんだよ、はい、それはね、梅野と佐藤、まあ、甲子園では絶大なる人気があるこの2人が、うん、やっぱ連続ツーベースで先制点を奪ったっていうことはさ、うん、いや春先の勢いが戻ってきたかなっていうような、はい、そんな感じがしてみんな期待に胸を膨らましたと思うんだよね、はい、で中野が打つ、ルーキーの中野が打った、はいはい、今年活躍、うん、これはもう完全な阪神ペースでしょうというふうになったんだけど、はい、3回、うん、青柳は降りるんだけどもミス、中野が、ね、吉川の何でもないショートゴロをエラーするんだよ、はい、先頭バッターで、うん、その後大城、小林だったらよかったんだけどさ、はい、大城に繋がれるんだよライト前に、はい、で八百板、
ここでノーアウト1・2塁、うん、ここでどうするかなと思ったら、うん、ノーアウト1・2塁が八百板大ピンチヒッターで、はい、俺バントじゃないかなと思ったら強行に出ていくんだよね。昨日の流れからすると俺は送りバントで塁を進めといて反撃をするかなと思ったんだけど、はい、八百板に打たすんだよね。状態が良かったんですよね。良かったんだろうな、うん、それ見事に1・2塁を抜いて、うん、でノーアウト満塁になった。そっから松原が初球をレフト前、これで1点、はい、若林のピッチャーゴロはあったけどもワンアウト取れただけで、まあ、ワンアウト満塁になる、はい、でツーアウト満塁になる、坂本が三振を取られた、うん、で丸なんだよ、はい、ど真ん中にスライダーが入ってレフト前2点タイムリーになって逆転されると、はい、でそこで青柳がマウンドを降りることになるんだよね。まあ、高橋優樹もその前に降りてるけどね、ここでね、はい、まあ、それで膠着状態が、うん、まあ、続いていく、はい、で6回阪神後期に4番が打てず、うん、まあ、この初回にも4番が打ててない、はい、マルテがね、うん、で6回もツーアウト満塁なんだけどもう崩れかけてるのよ。それなんでかっていうとフォアボールフォアボールでなんかもう浮き足立ってるというかさ、うん、非常に巨人の投手の流れが悪いんだよね、はい、もうそこで1本出たら今日は勝ってたと思うんだけど、うん、そこでやっぱり4番マルテがやっぱ調子悪いね、うん、バットがなんかすごく重く感じる、うん、見てると打てずということで、うん、で8回、はい、で8回のこの1点の取り方、これはねすごくレベルの高い技術の高い取り方をするんだけども、うん、まあこれダメ押しのきっかけになったのはサード大山のエラー、先頭打者、はい、またミス、これミス3回ミス8回ミス、はい、両方とも点が入ってるというね、ちょっと阪神はそういったことが多いよな、ことがそうですね、うん、目立つよな、うん、いやそれで取り方とすると坂本がまずエラーで出る、はい、で丸が当たってるだけにどうするかなっていう阪神の考え方もあったと思うんだけども、はい、なんて言うんだろう、丸のセーフティーバントっていうのはあり得るなっていうふうに思ってたの、はい、そしたら、はい、丸がタイミングを取るんだよね、うん、岩崎のそれでタイミング取った後にバントするんだよ。普通セーフティーバントでタイミング取らずにバントしてくると、まあ、結構大山も前にいたからさせるなとは思ったんだけど、こうやってタイミングを取るんだよね。タイミングを取ったら構えちゃうんだよ野手って、前に来れないんだよ。それでバントしていくという、だから内野安打になっちゃった。なるほど。これがワンアウトでセカンドとノーアウト1・2塁じゃ全く状況が違ってくるわけ。でチャンスを広げたわけ丸が、うん、そしたら次の亀井、はい、これがまたね左対左のバントってすごくやりにくいんだけどさ、うん、ここで阪神ベンチがもう一か八か三振の取れる、またボールの一番速い力のあるスアレスを持ってこないかなっていうふうに思ったの、うん、それはなぜかというとやっぱり一番速いボールが一番やりにくいのよ、うん、ほんでブルペンも映し出されてたんだけど、はい、スアレスがもう準備してるんだよ、はい、まあ、それで、まあ、それでも左対左の方がやりにくいということで、うん、おそらくその後も通したと思うんだけど、うん、それをきっちり亀井が決めたわけ、ワンアウト2・3塁になった、はい、でそこでスアレスなんだよね。うん、でも昨日のヒーローウィーラーが簡単にセンターフライを持っていった、だからねすごい技術とかレベルとかが高いこの1点の取り方をしたんだよね。うん、だからやっぱり巨人の中軸っていうのは経験値も高いし、はい、やっぱりレベルが高いわ。うん、この1点の取り方なんか最高の点の取り方をしたね。まあ、この1点がやっぱり最終回追い詰めていくんだけどさ、はい、やっぱりこうどうしてもこの1点が邪魔になって攻撃にならなくなったよね。うん、巨人の3位からのファイナルステージの進出が決まったという試合でしたけども、はい、まあ、そうかするとさ、うん、まあ、この 1・2 戦を見てるとね、はい、やっぱこう、まあ、守備力の差と、うん、やっぱ中軸の差、特に4番だよね、うん、で巨人は岡本を欠いてたんだけどもさ、うん、その穴を丸がしっかり埋めれたというね、うん、まあ、そこに、勝因があったとは思うけども、うん、やっぱビッグプレーといえばさ、やっぱ巨人がエンドランを読んで1戦目外したっていうこと、はい、1戦目ですね、うん、それからね阪神の流れが非常に止まったというか、うん、動けなくなったというかね、うん、まあ、そういうことも感じたし、やっぱり一つのミスだとかそういうものは非常に怖いなっていうふうに思ったシリーズだったね、うん、で阪神もやっぱ強いチームだと思うけども、うん、
やっぱこう墓穴を掘るというかさ、自滅しちゃうというかさ、うん、まあそういうところは何でもないエラー、先頭バッターのエラーが得点に結びついてしまったという、うん、だからもう一度やっぱりこうね、本当に強いチームを作るとすればやっぱ守備力を上げていかなきゃいけないなっていうふうに思うし、うん、で巨人はやっぱ大人なチームだなと、はい、やっぱレベルが高いというこの1点の取り方なんかね、うん、で巨人は今回バント小林が失敗しただけで全部成功してる、はい、うん、そのバントのした時は必ず点になったということだよね、うんうん、だからやっぱりレベルが高いというか集中力が高かったなっていうふうに巨人の方は思ったという、ね、こういったことになってくるとそういったもう細部の細かなプレーが勝敗を分けるっていうところもあるんですかね、うん、こともあるよね、うん、それでパリーグの方は、はい、ロッテがファイナルステージに進出したという、はい、引き分け、今日引き分けだね、はい、マーティンの同点ホームランで追いつき、うん、佐々木千早、増田と繋いでね、はい、逃げ切ったというね、まあオリックスと戦うという、はい、でセリーグの方はまあヤクルトが待つ神宮でファイナルステージを巨人と戦うという、はい、ね、どうなるかね、まだまだプロ野球は熱いということで、はい、ね、またその様子も、うん、もちろん、はい、ね、解説していきたいと思います、はい、はい。